こんにちは、こうです。本日はヒーリング動画をお届けしてまいります。視聴者さんからご依頼いただいたヒーリングなんですが、罪悪感を消すヒーリングです。視聴者さんはお仕事を辞められたことで罪悪感を感じておられるということなんですね。今考えると、罪悪感を感じるかもしれないんですが、もっと先の未来からですね、今の状況を見てみると、今回の場合はお仕事を辞められたということなんですが、あそこで仕事を辞めたから今のこの生活があるんだなとか、今こういう状況にいることができるんだなとかですね、そのように、いい出来事として考えることも十分にできるんですね。まずはこのヒーリングを受けていただいて、感情を気持ちをフラットにしていただいて、でその先の未来でですね、あのことがあったから今こうなんだなと思い返せるようにですね、その場面は消さずに、残しておきたいなと思います。感情だけ消えるヒーリングをしていきます。
はい、本日は罪悪感を消すヒーリングをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。それでは次回もよろしくお願いします。またね。